エアタクシーに使用されるビーチクラフトキングエアエアタクシーとは操縦士と機体とお貸し切る形で少人数の旅客を輸送する不定期目的地間直行運行形態の航空会社で通常旅客が任意の目的地を指定できるデハビランドカナダ DHC-6 による水上エアタクシー一種のチャーター便であるが旅行会社や大手航空会社を仲介せず利用者が 運行事業者やパイロットと直接取引し航空機を貸し切る形態である。航空機を使用するため自動車タクシーのような流し営業は不可能であり、事前に予約する必要がある。国土が広大で人口密度の低い国において鉄道などの交通機関や定期便の運行が少ない地域で運行される。島が多い東南アジアでは水蒸気による運行も行われている。 アメリカ合衆国やカナダでは地方路線の代わりとしても利用されており、イマゲネアやプリッペアのようなエアタクシー会社が多数存在している。アメリカの業界団体としてエアタクシー協会がある。アメリカなどでは有志会飛行方式の場合、特定の空域を除き飛行計画の通報の必要がなく提出する場合でも、 オンラインで予定日の前日か数日前まで受け付けていることから利便性が高く、小型機によるエアタクシーが多く利用されている。中小企業が多くチャーター便の運行など他の航空ビジネスも行っていることが多いが、バージングループはチャーター便を取り扱う子会社で、全日空ではビジネスジェットの運行ノウハウを有する創実と共同で ANA ビジネスジェットを設立している。 大手の子会社では、定期便との乗り継ぎを想定したおプランを用意するなど、親会社との連携を入りにしたサービスを強みとしている。乗客は事前に予約し、当日に空港や飛行場に向かって目的地まで移動する。ヘリコプターなどの垂直離着陸機の場合には、任意の場所で乗り降りも可能。乗り継ぎ利用の場合は、便が装着すれば、前倒しで出発、遅延ならば、 客の到着まで待機するなど柔軟な利用が可能である。アメリカやカナダなど規制が緩和されている国では小型機であれば予約なしで当日に利用できる会社も多い。料金は会社によってまちまちであり、愛乗りや往復の利用で割引があるなど様々なプランがある。イマゲネアがエアタクシーとして使用している s r 十二エキュレーユを使用するエアタクシー従来は ビーチクラフトクインヤのような小型の総発プロペラ機による運航が主流であったが、近年では超軽量ジェット機による運航が徐々に拡大しつつある。地方路線の代わりとなっている会社では10人以上、乗れる機体も多く利用されているが、セスナ172や SR22 などの定員が4人の単発小型プロペラ機を使った輸送も行われている。3人が乗る場合、1名は、 副操縦士の席に座ることになる。滑走路の不要なヘリコプターなどの垂直離着陸機による運行もあり、離島や山間部への路線として利用されているほか、ビルの屋上のヘリポートへ直接移動することも可能である。操縦士の不要な自動操縦による運行も模索される。エアバスのヘリコプター部門は2017年10月3日に4人乗りマルチコプターである。 シティバスの推進システムのテストに成功した。シティバスは2018年初飛行、2023年の就航を目指している。ウーバーは4人乗りで垂直離着陸が可能な電動航空機によるエアタクシー事業の実験を予定している。ドイツのスタートアップ企業であるリディウムは2人乗りの電動垂直離着陸機の開発を行っており、 2025年にはエアタクシー事業を開始すると発表している。ウィキメディアコモンズにはエアタクシーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。